こちら、ドン。エースコックさんの飲み干す一杯、尾道背脂醤油ラーメンということで、これシーン2003年なんですよ。ワールドカップ日韓大会の翌年から生まれてからですよ。全然知らなかった。これもいいよね、これね。これちょっと期待してますよ。もうだから、下手したらもう尾道行かなくなっちゃうよね。大丈夫なのかね。じゃあ開けます。あー、このタイプね。はい、あのストレートじゃないやつです。このワンクッションのやつですね。まあ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 。で、その下に悪くないですよね。僕がちゃんと入ってるような。じゃあまず蓋開けますよ。あー、いい香りですけども、まあ、綺麗にこう散らばってますね。ネギがなんだって。ここに深うまいのと書いてますよ。背脂ですね、これは。はい、本当にね、この道ってこんな街ですよ。そっくりです、色味が。色味がそっくりでございます。ちょっといただきます。まず麺を、コシがあるね。コシがある。なんかどちらかというとその博多の麺みたいな、ボーン麺みたいな。これ気をつけないと麺すすらずにスープ飲み干しちゃう。これうまい。え？背脂入ってるんですけど、深みだけで、くどさではないですよ。この道背脂醤油ラーメンの得点は 2! これね、麺申し分ないです。スープ、これ5点満点じゃなかったら6あげてもいいけども、もっと背脂入れないと、あ、こんなもんかになっちゃったんですよ。うまかったんですよ、美味しかったんですけど、ここまで背脂言ってる割にはもう全然もう少なかったかな。では3分経ちました。開けてみましょう。香りは、なんかね、醤油のいい感じでございますけど、ほんと鶏のね、だしと魚かな。まずスープ、あ、あのね、魚のだし、引っかかりがなくてまろやかで、ずっと飲めてしまいそうな。コーンがまたね、アクセント効いてるんですよ。縮れた感じかな。それこそカップヌードルにちょっと似てますね。なんかキャベツがね入ってるんですよ、緑の部分。これはね、シャキシャキ感もあって、コーンと一緒に食感を本格的に味わえる感じ。これキャベツね、甘みもあって、春キャベツのような鮮度をフリーズドライで感じますよ。松清さんの醤油評価はごめんなさい、15です。印象と、そして全体印象、これはちょっと低かったな。まあ、そこに、力を注いでないからコスパもいいんでしょうけども、あの印象をまず覚えられないですね。何のメーカーだったのかとかでね、あの写真
とちょっと私の作り方が違ったのか、見た目が違ったんですよ、大幅に。すいません。その中でもスープはね、もうドラッグストアの域超えてます。非常に美味しく楽しめました。こちら試したいと思います。早速作ってみましょう。ちょっと今ね、こう開けたんですよ、ペロンと。そしたら具が非常に多いのが分かりますね。これ非常に楽しみでございます。生姜の香りがすごいです。いや本当にこのタイトル通りですね。あ、使い方が来ました。 YouTube。 そう、今ね、うん、日本の全部の醤油ラーメンを食べて1位を決めるという、おお、今これ、明星の生姜、いただきます。うん、すするたびに生姜の香りがうわーっとね、なるほど、あったまるな。なんかあんまりね、その風邪ひいた時っていうのはこれも良くないとか言う人もいるかもしれませんけど、これいいよ、あったまりますし。刻んだ生姜か、なるほど。明星生姜ラーメン、ドン。なんと23カップヌードルを抜き1位です。これね、もう開けた瞬間の香りも素晴らしかったですし、スープはもう間違いないです。コスパもいい。ただ、ね、やっぱね、ここがね、4分ということですかね。3分だったらな。しかしこれお見事。